としのです。せいやです。ビジネスしようぜ。イメージプレゼンバトル。それっぽいラーメン屋の名前が書かれたカードがあります。はい。1枚ずつ引いて、そのラーメン屋について交互にプレゼンしてください。はい。リアリティや吹き方も考慮して、どちらのラーメン屋が魅力的に思ったか審査員の判定でポイントを加算します。3ポイント選手で勝利。って吹き。勝てへんよ。お前見てこれ、吹き方じゃなくて、吹き力って書いてある。なんや吹き力。お前。なんや吹き力も考慮して。吹き力や。なんや吹き力って。なるほどな。まあ、服ってなんかこう生きるみたいなことね。じゃあラーメン屋の名前が書いた。じゃあもう俺から行かしてくれ。はい、どうぞ。何でもいい。俺は粗品が出たやつは粗品だけがいい。あ、なるほど。だからもう完全別や。オッケー。制限時間はまあ適当に。ドスコイラーメン。ありそうやな。いやいや、もうね、意外に細麺なんですよ。まずね、ドスコイラーメン。でなんかほんまはこう大盛り系、ドカ盛り系、はい、で最初はやってたんや、確かに、はい、でどすこいラーメンなんですけど、やっぱ採算も取れんくなって、そのどすこいラーメン豚骨系ので、その時細麺は細麺やけど豚骨系のこうドカ盛り系をやってたけど、常連客がこのあっさりのな塩ラーメンを頼み出してあれこっちうまいぞみたいになって、もう今やそっちが主流。そういうエピソードあるぞ。誰もドカ盛り頼むやつおらんみたいな。こいつ吹いてんな。塩ラーメンが今は人気やから、ちょっと最初初めて来る客はあれみたいな、こんな感じない、あれ意外とあっさりやなってすんねんけど、それが常連はいい。あとお前汚いです、中も中もラーメンも汚いし、横浜発祥ですがどすこいラーメンです。結構畳みかけてきたな。いや、どすこいラーメンいきます。はい、そうか、リアリティもいるもんな。がってんでる。まずはもうこれ知ってる人ほとんどおらん。もう入ってるやん。あのなまず、まあもともと品そば屋の血縁というか、まあその DNA の1個やねんけど。そうそう、まあラーメンブーム90年代に起こった時のラーメンブーム、このガッテンの親父が、まあ、ガツさんって言うねんけど、このガツさん、そうガツさん、まあ、ガツ山っていう方でガツさんって言われてたけど、ガツさんが、まあちょっと師匠と揉めてのれん分け断ったあの有名な豚骨ニンニクの第一人者として、でまあ早稲田の学生通りに出してんけど、まあ、早稲田の DNAでも脈々と受け継がれてる合点。ただ、絶対スマホいじるな、ここでもう写真も撮られへんし、だからな、口コミなしやねん合点って。これが出るとは思わんかったなほんまに知る人ぞ知る名店です、合点。プレゼンもいいし、では審査員判定お願いします。せーの、じゃん。合点。うわー、危な。でも兄さん合点。はい、せいやさんのこれ出るって最初のリアクションが良かったんですけど、その後ちょっと一旦ちょっと下がったんですけど、最後にスマホ一体ってなんですか。一旦って言ってないんですけど、まあええや、ディスられてたけど、まあええわ。最後この戻ってきて、写真とか撮れないから知ってる人がいないっていう、危なかったの最後、最初の最後つながったのが。なるほどなるほどね、ありがとうございます。綺麗だった。ありがとうございます。最初の加速からいきなり掴まれて、もうまるでジェットコースターのようなプレゼンでした。すごい審査員やな、相模さん。まあそのプレゼン力、吹き力もそうなんですけど、ラーメン屋がイメージできるかっていうのをちょっと大事にしたくて、リアリティで、そのどすこいで相撲でなんかドカ盛り系なんかなと思いきや、塩確かに相撲って塩なんだっていうイメージもあるよなっていうので、まあどすこいラーメン。まあ確かにがっつりかと思ったら塩ラーメンが実はうまいんですよはリアリティある。なるほどなるほど。まあ確かにそっちの方がちょっとラーメンのイメージできたかな。なるほどね。じゃあ次いきますか。じゃあ俺先行いこうか。まあ付近の時はええか。はい。ぜひこう置いてください。ぜひこう置いてください。よいしょ。よいしょ。まずそう、まずそう、ラーメンよいしょ。まずいんですよ。そう、まずいんですよ。そう、ラーメンよいしょ。最悪や。まずいから有名やねん。最悪や。俺にも日本一まずいラーメンやって書いてもうてんねん。SNS 好きやなこいつ。そうだから高速道路からその看板が見えんのよ。でっかい看板で日本一まずいラーメンはよいしょがバズりそうやけど、だからトラックの運転手さんとか長距離移動の方があれなんやみたいな、もう噂が噂を読んで、これは行ってみなあかんやろ、はい、で実際行ったら、まあ、確かに、まあ、まずい、まあ、あんまおいしくはないねん。うまないんや。そう、正直おいしくないねんけど200円。いやそこなんですよ。昔やったけどな、びっくりラーメンみたいな。もうだからもうとにかく安い。だから安さを日本一安いラーメンやって売るんじゃなくて日本一まずいラーメン屋よいしょ。なんか縁起もいいでしょ。ほんまにありそう。皆さんがよいしょしてくださいこの店よっていう意味も込められてる。他力本願。はい。っていうお店です。いやいやいや、まあでも安いんや。200円ラーメン。そうです。安っ。はい。びっくりラーメンでも200何円。いきます。ラーメン博士ね。ラーメン博士。まあ種類がめちゃくちゃ多い、うん、まあ環七戦争で撤退したんですけど一回は、そうただまあもともと九州なんで、うん、まあ、だるまとか、うん、まあそういう一風堂とかのニュアンスで、普通に豚骨で最初やってたんですけど、はい、まあそこでも人気出ないかと。環七移って九州帰ってもダメ、大手に勝てない、どうすんねん。四国行きました。はい、四国のみちのくラーメンでやっております。ああ出るね、ワードも。でここでの名物何か、まあ塩も醤油もあるんですが。違うんですか。はい、じゃこ、じゃこのラーメンがうまい。煮干し系とかあるけど、じゃこなんですよ。じゃこで出汁も取ってるし、すごいね。そうそうそう。ほんでまあ四国のじゃこってまあちりめんじゃこだけじゃなくて、うん、生じゃこっていうのがあって、その、うん、まあ生しらすみたいなことで、うん、その乾いてないじゃこがあるので、うん、それでまあラーメンにもじゃこが乗ってるという状態でいただける。でしかもこれは四国からもう出さないらしい。ああもういかんねや。どんだけ東だから、それは痛い思いしてるからっていうのもあるけど、店主に聞いたらそれが教訓になってるっていう。四国をラーメンで盛り上げるらしいです。おー、ラーメン博士とよいしょありそうな。審査員判定、せーの、じゃん。よし、あーラーメン博士強いなあ。吹きはちょっとな、譲られへんな。めっちゃ強い。西さん。はい、まあ、粗品さんの「日本一まずいラーメン屋」っていう看板が高速から見えるみたいな、そのディテールがすごい見えてきたのが、はい、確かにな。まずいっていう攻め方がすごい良かった。でせいやさんがすごいプレゼン右肩上がりで行ってて素晴らしかった構成ね。四国に行ってから「みちのくラーメン」に変えてっていうのが、多分「みちのく」って多分東北のことで、四国のラーメンは「尾道ラーメン」だったんですけど、それがちょっとやっぱでかすぎて入ってこないんですよ。めっちゃちゃんと審査してる。それがでかすぎて、じゃこのあたり全然。尾道ね。まあそうですね。それは訂正するならでも言い間違いです。なるほど。嘘はついてないです。尾道みたいな。尾道でした。すいません。いやややこしいな。申し訳ないです。豊さん。粗品さんのプレゼンもすごく良かったんですけど。良かったでしょ。でもやっぱ環七戦争とか膨大なバックボーンの知識からお話ししてくれてるんだなっていうのを感じられて、とても素敵だなって。いやそうですよね。やっぱその何年間でみたいな感じで、一回その東京で有名になったけどちょっと撤退してみたいなところとかが、なんかラーメン博士っていう名前っぽい感じかなっていう。なるほど、強いね。ちょっと吹きはちょっと譲られへんな。お、もう一回。いきます。濃度限界。ありそうやな。はい。濃度限界。まあもう文字通りめちゃくちゃ濃いです。これ、まあもちろんドロッともしてるよ。はい、だからしてるやろな。天一のこってり。おお。あれもドロッとしてるし濃いけど、まあそれに近いもんやと思ってください。うんうん、ただ素晴らしいのはその各味、うん、豚骨だけじゃなくて塩も濃いの。塩ラーメンも、塩ラーメンの中の限界ぐらい濃い。なんかこれは味が濃い。でも辛い塩で。塩で辛いというラーメン。しかも、営業時間がね、確か朝4時に開いて、早っ、9時まで。で、一回休憩入って、早い。昼14時から17時までやって、夕方だけ。で、最後は、25時、深夜1時から次の4時までつながってるみたいな。俺変なあのね、飲食の従業員向けに開いてる店なんですよ。築地の、そうです、漁師が飯食いに来るみたいな。お客さんが来る時間じゃないです。そうやな。店閉めた後、店開ける前に来る時間で、それで深夜やってんねん。濃いのを食べてくださいっていう。だからほんまに市場とかでよく目立つチェーン展開してるところです。はあ、俺はもうノード展開、はい。いや、ありそう。全然違うコンセプトをよう出せるな。いきます。泰造はね、俺最初嫌いやってん。不気力、不気力。それがすごいな。泰造な。泰造。まあまあまあ。そうやな。まあもともとね、まあ金麗フーズの部長が最初マーケティングで、時代がうなずいてる。まあラーメンの開発をしようみたいなんで、俺カンブリア宮殿で見てんけど、その泰造のな、実は始まりは。金麗フーズ大手のマーケティングの会議でこういうラーメンを開発しようっていうとこから始まってんねん。だからちょっときれいめやねん、店とか。ああ、なるほど。バックに金麗が関わってて、バックに金麗、そうそうそう。で最初は冷凍食品でうまいラーメン目指してて、冷凍で食べれるラーメンっていうのが始まりやから、すごい今チルドでも売れてんねん。そういう技術がすごいから。でも店はね、そんな有名じゃないでしょ。大体、冷凍とか、郵送発送とかが有名な泰造なんですけど、うん、店はね、これびっくりしてんけど、その弟さんがやってるんですよ。好きやな。そのマーケティングの部長の。でここの兄弟が仲悪いの。で俺はやっぱ店でやりたいってことで、ほんまはその方は、いや店じゃないラーメンが新しいじゃないっていう。なるほどなるほど。そう、世界に届けるラーメンっていうコンセプトが始まってんけど、でもその弟さんは俺はやっぱ店構えて兄貴とは違うからっていうので、全然味ちゃいます。店でしか食べれない。そんな俺もびっくりしてんけど、俺だから冷凍のやつは嫌いやねんけど、店行ってめちゃくちゃうまい、びっくりしたの。なるほどな。そうで、これが、ごめんなさい、たまたまやから別にオチみたいに言うわけじゃないけど、何を隠そう、皆さんが知ってる太平師匠なんですよ。はい。菊蔵ラーメンに対抗して、うわ商店でオレンジか、オレンジ太平師匠、はい、林家太平師匠がその弟やったらしい、泰造。お兄さんが始めたから菊蔵ラーメンに対抗して泰造にしたらしい。おもろ。わあ、すごいね。じゃあ判定を、せーの、じゃん、泰造。すごいな。もうちょっと吹き満開やったな。吹き切ったわ。最初やっぱ俺好きじゃなかったんで、もう自分も通ってたっていうミクロの視点からカンブリア宮殿に行ったっていう、その創業秘話のマクロの視点へのつなぎ方が賢い。賢いぞ。ミクロからマクロ。ミクロとかマクロとか。マクロってでかいんや。マクロでかいんやな。つなぎが素晴らしかったし、最後そのマクロ経済太平師匠が出てくるっていう、ちょっと一見突飛なんですけど、菊蔵ラーメンこれは素晴らしい。下げも完璧、下げも完璧。好きでした。東京さん。好きでした。好きでしたみたいな。好きでした。東京さん。僕もなんか膨大なデータベース、バックボーンを感じるところから、僕も見た回のカンブリア宮殿かなって思うぐらい。すぎやろ。見たかもね。言い過ぎやろ。昨日見たのかなっていうぐらい。そうです。ありがとうございます。さあ。いや俺もスーパーでそういえばそのチルドをよう見るなってどんだけイメージできてんねん冷凍食品あれはあれかっていう強いなあ店あったんやって思いました。そうそう実はね勝てへんわ、まあ、ちょっと復帰ストレート負けです。ちょっと復帰はね譲るわけにいかないんで素晴らしいありがとうございました。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。